このヤギ汁、そしてこの匂い、たまらない。ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ、やっちゃんです。まさのくです。パンチです。はい、ということで今回はこちら、やかそば。やかそば、ここね、メニューがめちゃくちゃ多いんですよ。はい、で、沖縄料理といえばもうほとんどここに入ってるんで、はい、ここに来ればもういろんなものが来てる。はい、で、フランスから甥っ子がわざわざ来てますね。はい、やかそば食べたいということで。おぉ、だけど沖縄料理好き。うん、沖縄料理何が好き。食べ物。食べ物が好き。うん、オールマイティーだね。その中で何が好き一番。沖縄に明太子パスタ。明太子パスタ、明太子パスタ。これは沖縄じゃないな。入ってきますか。はい、店内はこんな感じで。メニューが多い。メニューすごいっすね。メニューだらけ。見やすい。あっち見て。あっちにもある。しかも写真があるから分かりやすい。あ、確かに。県外の人なんて、はい、分からないですよ、この手びつそばって言われても。ピンとこないですよ。はい、これ食券収まりきらない。値段しか書いてない。値段で。メニューがめっちゃ多いから、その金額の買って、はい、メニューを言う。はい、1800円ってなんだろうね。1800円って超便利です。これ全力らしい。お、ヤギ汁ライス付きの1800円。すげえ。ヤギ汁あるってすごいよ。これいっとくか。じゃあ俺ヤギ頼もうかな。ヤギはね、うまいんですよね。俺も大好き。しかも、あれっすよ、20円からあるっすよ。20円もあるんだ。20円から1800円。割り箸追加とか。じゃあ俺は、はい、じゃあ羊、これかな。1300円の羊親若鳥の目玉丼。タケルは、うん、そば。あれ、タケルは炙り手びつそば。自分はこの鉄分タンパク質亜鉛最強復活チーリチャーライス。はい、来ました。チーリチー。大盛りダブル目玉焼きチーリチーライス。そしてそば付きですね。チーってのは、うん、チーで、はい、炒めてるんですよ。豚のチー。わ、ニンニク乗ってる。そう、ニンニクも一緒に。うまいっす。やばいぞ、これは。これ超美味しい。吸血鬼も大喜びなの、これ、うん、で、チーリちゃんマヨネーズ。これを、あ、マヨネーズつけんの。マヨネーズつけたらもう。あ、そうなの。口置いとこう。美味しいんだ。初めて見た、その食べ方は。じゃあちょっと早速いただきます。いただきます。あ、バターも、バターも溶けてるよ。うん、ほんとだ。あ、いや、世の中チーリチーの時代ですからね。うん、美味しいよね。いただきます。さあ、味はどうですか。ズミズミ、柔らかい。で、またご飯とも合うんすよ。うん、いいか、美味しいか。これもう、あと一杯いけるぐらい。うん、うわ、そば熱い。さあ、どうだ、そばは。そばも、さっぱり系の匂いがしてますね。そうなんだ。自家製生麺みたい。美味しい。このチーリチャーって昔はね、あの昔ちょっと前まで、あれなんですよ、売ることができなかったんですよ。あ、そうなんですか。そう、うん、昔からあるんだけど、うん、ちょっと前まで食べれなかったんですよ。なんで、このチーがその販売なんかできるかできないかみたいになってて、衛生のあれだったんですよ。それで、一時期ね、このギノザ結構有名なんですけど。あ、そうなんですね。うん、金とかギノザ有名なんだけど、うん、それがちょっとね、販売が、うん、できなかったんですよ。提供ができなかったとか。ついに復活って一応書いてたな。そう、あの復活っていうのはそれが復活したよってことなんだ。今はね、確か数量があれなのかな、確かできるってこと。うん、やばい。どんな感じ、チーリチャーの味。あの、チーが入ってるって言うんですけど、うん、全然チーらしさなくて、うん、なんかむしろ味に深みが出てるっていうか、うん、味が濃厚だよね。コクが出るっていうか、うん、で、肉が相当柔らかいんすよ。たまに歯からにじみ出る血の味はしないんだっていう。あの、しないしないしない。鉄棒の味しないっすね。鉄棒の味。これ、うんうん、初めて食べたの。うん、美味しい。美味しい、うん、美味しいか。うん、フランス語でなんて言う。セボン。セボン、セボン。だけどセボン、うん、めっちゃ美味しそう。羊、鳥丼、羊と鳥丼。あ、すごい、すごいな。すごい組み合わせ、初めて聞いた。うん、
あーいいね、美味しそう。羊食べれるってなかなか珍しいね。確かに、沖縄みんなヤギとか。そうだね、ヤギ。ジンギスハン、ジンギスカン、ラム肉か。ラム肉いただきます。うん、うん、まあ、羊か、それとも鳥なのか。普通焼きみたい。柔らかいんすか。じゃあ柔らか、ちょっと固めだけど、肉類は、うん、美味しい。これ歯ごたえがいいね。今鳥これ。うん、今のは羊。マジはヤギみたいに癖がない。癖ある。癖ある。うん、でもこの癖好きだわけよ。ヤギとか、羊の。あ、いいね。似てますよね、ちょっと、うん、このそうなんか羊とヤギの癖ちょっと似てるね。ヤギが強いって聞いたことある。あ、確かに。鶏も柔らかくて美味しい。美味しい。若鶏美味しい。あ、いいね。たまらんすよ。たまらん。この組み合わせ合うかもしれない。初めての組み合わせ。若鶏と羊か。ヤギ汁来ました。ありがとうございます。ヒンジャ、ヒージャ、ヒージャ、ありがとうございます。すごヤギ汁、そしてこの匂い、たまらんね。めっちゃヤギの匂いしますね。このヤギの匂いがいいですからね。そしてこれフーチーバーってヨモギっすね。はい、うん、これ入れるんですよ、こうやって。香りがね、うん、これ入れると香りも増してうまい。うわ、ちょっと苦味あるけど、はい、フーチーバーは。フーチーバーはそれがいいんだよね、うん。まずヤギ単体でいっていいですか。いきます。やっぱ脂身が、脂身すごいっすね。柔らかい、柔らかいんだ、うん、めっちゃ柔らかい、うまっ。ヤギ釣りのいいところって、うん、ヤギの部位がいろんなの入ってるから楽しめるわけよ。うまいんすよ。やば、柔らかそう、マジで柔らかそう。うわ、たまらん、ヤギ好きには。プルプル。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。麺が違う。細麺ですね。細麺、細麺と平麺、まあ、どっちもあって、もっと太した方が安いよ。自家製ですね、どっちも。さあ、味合うのか。消してみる。だけど、もっと強く、うん、うん、フランス料理になるか。かける沖縄そば、どうだ。美味しいか。うん、美味しい。美味しい。わかめ、わかめか。美味しいだろ、わかめ。お、手びち、手びち。これちなみに並盛りっすね。手びちそば、少なめって書いてある。少なめ、3つついてきた。だからね、あきらね、フランスに住んでて、うん、箸とか使うの難しいんですよ。はい、さあ、どうだ。あー、どうだ、開ける、うん、合うかい。この辺ってないか。虫か。うん、なんともこれ、牛とも、豚とも、ヤギとも。ウサギ、ウサギ、ウサギ、ウサギではない。豚、豚、豚、豚だよ、豚、うん、なんかこういったこうみたい、うん、豚の足のとこっていうのかな、これ。手びち、牛、うん、やったな。自分、都なんですよ。はい、ある違いに気づいて。何？沖縄本島の、はい、ヤギ汁、味噌が入ってないっす。ああ、確かにね。沖縄本島の、もうなんかこのまま自分たちの好みで塩を入れていくっていう感じです、はい。ああ、それが多い。都は味噌を入れるんすよ、ヤギ汁とかに。うん、美味しい。でも、塩も、うん、美味しいよね。ああ、たけるも箸止まんねえっすね。止まらん、どうなって自分からもう手びち、手びち止まらん。手で取っていいよ、手で。これいくだろ、うん。ジャンボンフィーバーチャッピー。ヤギは大丈夫だった。うん、ヤギ食べれる。うん、あー、いいね。ヤギ子供で食べれるって言ったら相当する、うん、うん、その癖があるからみんな、ね、苦手っていう。苦手なんか多いですよね、うん、すごいね、だけど10人に1人ぐらいしか食べられる子供いないんじゃないですか。マジ？ちっちゃい時はそれぐらいの。ちっちゃい時はね、クラスで食べれるって言ったら結構珍しい、うんうん。おじいちゃんいるところとかおばあちゃんいるところはお祝いが多いから、うん、結構食べたりするけど。ちなみに食べられますか、子供の時？子供の時俺食べれなかった。食べれるようになったんだ。そう。大人になってその仕事で食べる機会があって。だったら食べたい。食べられないだったら食べたいって。いや、もう食べれるって今は。今は食べれるよ。そっか、言ったらお母さんに
ヤギ美味しいからフランスで買おうって、うん、フランスで潰そうって養殖場を作ろうって。ヤギ汁屋さんやればフランスで最高っす、マジで。宮古もチーリチャある？ありますよ。ある。でも、うん、今まで食べた中で一番美味しいです。あ、本当に？チーリチーリは。これ金とか銀のザは本当に有名なんですか？最近、うん、気づいたことがあるんですよ。気づいたこと？パンツ調べなんですけど、うん、こうやってメニュー手書きで書いてある食堂って、うん、当たりの食堂多いんですよ。おー、愛を感じるか、やっぱり。とか、量が多いところとか、うん、大盛りが多いところとかが多い気がします。あとね、この写真とかも結構こういうふうに写真を、はいはいはい、分かりやすく貼ってるお店あるんだけど、はい、ここ一眼レフ使ってるんじゃねってぐらい綺麗。写真綺麗ですね。画質が綺麗なんですよ、これ、うん、超綺麗。しかもなんか撮り方がもう飯テロですわ、これ、うん、この卵の上、これ見たい、これ黄身大胆に、いいやーな、美味しそう。ちょっと大満足だな、みんなな、はい、うまい。じゃみんなで食べてっか、はい、一番好きなの明太子パスタさ、明太子パスタとヤギ、どっちが美味しい？ヤギ美味しい。超えた？超えた、すごい。で、2位がエビフライだったわけ、うん、エビフライよりも美味しい。エビの美味しい、うん、やばい、うん、エビの座が、うん、ヤギに抜かされて、ヤギに奪われたね。エビさん銅メダル、銅メダル。ちょっとエビも頑張らんといけんな、うん、すごいね、本当にこんなにヤギ食べる、びっくりした、うん、はいはい、食べよ、汁も飲んでいいよ。もうないか、もうないか、売り切れか、俺死ぬ、うん、すごい。はい、タケル、これ恒例グッズですね。恒例グッズチャレンジ、またあげないで。ちょっとだけ、はい、うん、軽いぜ。どうだ、辛かったか、やっぱり辛い。これは辛すぎか。なんで、辛いよね。あ、辛いかで、やっぱ美味しい。はい、チリチー、これ20円、30円あ、30円か、はい、なるほどね、30円か。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。最高でしたね。ヤギ、うん、ヤギ美味しかった。ヤギ美味しかった。ヤギ美味しかった。セボン、だけど、じゃあフランス語で見てくれてありがとう、なんて言う。Merci d'avoir regardé la vidéo. ヤシ側、ヤシ側、 Merci d'avoir regardé la vidéo. ヤシ側、ヤシ側、ヤシ側、はい、せーの、ヤシ側、オキデアビデオ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。難しいね。